土浦宿の町並み。土浦宿の現代地図に、旧水戸街道の道筋を重ねた地図。土浦宿は、水戸街道千住宿から11番目の宿場町。現在の茨城県土浦市大手町、中央1、中央2、城北町付近にあたる。土浦は、土浦藩の城下町で、城は、土浦城。水戸街道は、土浦城の東側を、複雑なマス型を繰り返しつつ迂回している。土浦宿は、土浦城の東側、南東側の一角で、南西から北東に700メートル程度の範囲で広がっている。本陣は2カ所あったとされるが、いずれも残されていない。土浦は城下町であったほか、霞ヶ浦水運の拠点地でもあり、物資集積地としても栄えた。旧街道筋には古建築が残っている。また、短い区間ではあるが、景観が保存されている。土浦宿の北方1キロ程度の場所に、真鍋宿があった。現在の茨城県土浦市真鍋山付近。土浦宿とは、極めて近く、魔の宿とも、土浦宿の一部とも言える。坂下には、鹿島街道との追い分け、坂上には、筑波街道との追い分けがあったことから、その二つの追い分けに挟まれた坂道を中心として、栄えた。真鍋宿を中心とする、真鍋町は、明治以後も、土浦とは別の町として続いたが、1940年に土浦町と合併、土浦市が発足した。中村宿、土浦宿、中間宿、真鍋宿と中間宿の間の板屋には松並木と一律花が残されている。江戸時代の街道筋には松並木が整備されたが、水戸街道で松並木が残されているのはここだけとなっている。ありがとうございます。